駅舎入り口やと、地下への連絡通路があった部分の地面が盛り上がっている。国旗形容台やと、後期2600年記念と昭和16年12月8日の日付が刻まれている。関営寺坂駅は、かつて東京都台東区の京成電鉄本線上に存在していた駅である。博物館動物園駅とともに、日暮里駅京成上野駅間の地下線に、 設けられていた地下駅だった。1933年に、京成が日暮里上野公園館の地下線を完成させた際、その入り口付近に設けられた。名前の通り関栄寺の近くに存在し、ホームは対抗式2面2線だった。太平洋戦争末期の1945年、運輸省疎開のため日暮里上野公園館のトンネルが接収を受けたことに伴い営業休止。 下り線のみ参戦機場に変更した上で、谷中墓地近くの斜面に設けられた連絡線から国鉄の優等客車を搬入し、駅舎を含めて事務所、指令室として使用していたが、換気が非常に悪いことからあまり利用されていなかったという。また上り線のホームはネジを製造する軍需工場となっていた。終戦直後は客車の搬出を行うために一歩上の公園館を 上り線のみの単線で運転していた。そのため、同区間と博物館動物園駅の営業再開が同年10月1日であるのに対し、当駅の営業再開は1946年11月1日となっている。翌年の1947年にかけて営業再開したものの、終戦間もなくの鉄道車両の性能、整備状況及び、 保線状況では、急行配上にある、当駅からの発着が困難であり、運行上の危険が生じたことによる、保安上の観点に加え、利用客も見込めないため、休止、後廃止になったという。現在、駅のあった場所は、上野桜木二丁目交差点となっている。跡地は、京成電鉄が2016年時点でもそのまま、保有し、 駅舎もある程度当時の状態を残して長らく残っていた。駅舎と駅前広場は駅廃止直後の1953年4月より台東倉庫という倉庫会社に貸し出されていたが、この会社が2015年末で退居したため、京成電鉄の管理下に戻った。駅舎が残っていたのは賃貸条件で駅舎建物の取り壊しを禁じたためとされている。また、 広場の手前には国旗の慶応台跡も残っている。2016年2月には毎日新聞社が形成の許可を得て敷地内の駅舎内取材を観光。ウェブサイトで記事と共に静止画像をスライドショー形式で期間限定公開した。この画像では地下部分もホームは取り壊されたものの空間とタイル壁は残っていることや下り線側のホーム跡には 階段も確認された。地下の下り側ホーム跡は、京成電鉄の資材置き場として活用しており、トラックや重機が駐車していることがある。2016年8月末より駅舎が解体され、跡地には、セブンイレブン上野桜木に町名店がオープンしたが、店舗の裏手には先日の国旗の形容台跡が、移設され、残されている。前日の通り、当駅跡地のすぐ近くには、 京成本線のトンネルで入り口があり、京成の創立者、本田定次郎の記号による統一門の見学が掲げられている。廃止当時のもの。ありがとうございます。